伊号第203潜水艦は、日本海軍の潜水艦。伊201型潜水艦の3番艦。太平洋戦争末期に竣工したが訓練に終始し、戦後アメリカに引き渡された。マルセン計画の潜水艦項、第4501号艦型の3番艦、仮称艦名第4503号艦として計画。1944年6月1日、呉海軍工廠で起工。8月25日、伊号第203潜水艦と命名されて、伊201型潜水艦の3番艦に定められ、本籍を呉鎮守府と仮定。10月20日進水し、本籍を呉鎮守府に定められる。1945年1月10日、儀装院事務所を呉海軍工廠内に設置し事務を開始。6月25日竣工し、儀装院事務所を撤去。第6艦隊第11潜水船隊に編入され、小事と時差修正の後、同日から伊予灘で訓練に従事。29日、病人発生のため呉開港。同日、再び伊予灘で訓練に従事。終戦時は内海西部に所在。11月30日、海軍省の廃止に伴い除籍。1946年1月12日、ハワイへ向け、佐世保出港。ハワイで、アメリカ海軍により調査され、調査終了後に、海没処分された。上杉和明少佐、1945年1月5日から1945年6月25日、上杉和明少佐、1945年6月25日から1945年11月25日、AB 本艦の進水日は、呉鎮守府千住西市による。マルスペシャル、日本の潜水艦、IP46 では、19年9月20日、としているが、呉鎮守府千住西市の昭和19年9月20日欄に、記録はなく、同日付で法令の施行もない。AB 本艦の竣工日は、伊号第203潜水艦千住西市、第11潜水船隊千住西市、同日付施行の、各法令、人事発令による。伊号第203潜水艦千住西市は、昭和20年6月25日から始まっており、6月25日の経過適用欄で、0900竣工引渡しと明記している。竣工日は、マルスペシャル、日本の潜水艦、3P45 では、20.6、20としている。マルスペシャル、日本の潜水艦、IP46、世界の艦船、日本潜水艦誌、P86、世界の艦船、日本潜水艦誌、P103、福井静雄、写真日本海軍全艦艇史資料編 P 艦歴、表21、明治100年史草書、昭和造船史、第1巻、P826 ではいずれも、20年5月29日、としている。本来の艦名表記は、伊号第203潜水艦。ありがとうございます。